皆さんこんにちは、丸川です。今回はアシェットのヴァルキリーの続きをやっていきますよ。今週は第122号。前回はビーム砲をファストパックに取り付けましたね。今週はこちらの複合センサーを取り付けていきますよ。ということで、今週も始めていきましょう。はい、それでは今週も始めていきましょう。週刊ヴァルキリーを作ろう。今週は第122号ということで、ファストパックの続きですね。まずはファストパックから出ている配線にシールを取り付けていきます。電池パックをつないで、どの LED なのかをしっかり確認してシールを貼っていきます。シールの色は主に LED の色と連動しているので、わかりやすいですね。はい、シールを貼り終わりました。こんな感じでコネクターから2センチほど離したところに貼っていきます。もちろん両方とも同じように貼っていきましょう。続いてビーム砲上部のカバーを取り付けていきます。カバーの裏側に溝がありますので、接着剤で磁石を取り付けていきましょう。取り付けるとこんな感じ。そうしたらビーム砲に取り付けていきます。はい、これでビーム砲が機械むき出しじゃなくなりましたね。続いて複合センサーを作っていきます。こちらのピンをセンサー本体に取り付けていきましょう。はい、ここで少し問題発生なんですが、説明書ではピンを差し込むだけになっていますが、かなりグラグラで差し込めません。ということで、接着しちゃいました。これって本当に差し込むだけなんですかね。それで刃を取り直して、センサーに LED をつけていきます。こちらの LED は一応つける向きがありますので、間違えないようにしましょう。はい、こんな感じで LED がつきました。そうしたら、センサーのボディに取り付けていきます。配線を通して、センサーを接着していきます。と、ここでもまた問題発生。センサーボディ内のダボが邪魔でセンサーがうまくつかない。ということで、はい、こんな感じで配線を割ってダボの両側を通しました。コネクターは穴を通して外側に出しておきましょう。最後にセンサーのカバーを取り付けていきます。はい、こんな感じ。今回は少し設計上で不思議な部分がありましたが、無事完成です。さていかがだったでしょうか。今回の週刊ヴァルキリーを作ろう。今回はビーム砲上部につく複合センサーを組み立てました。次回はこちら。おや、何やらすごく細かい部品。また内部メカかな？細かい作業苦手なんだよな。という感じで、次回もファストパックの組み立てです。もう少し続きそうですが、ぜひまた見に来てくれると嬉しいです。それでは最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。